よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスです。では続きをやっていきたいと思います。前回はね、アイテムが全く落ちなかったので、アイテム整理はなしでいきたいと思います。で、ギディアムさんが死んで、もう残りこっち、あ、ギディアムと誰だっけ、ギルドジフトか、ジフトが死んじゃって、ちょ、もうあともう味方7体しかいないんで、ちょっとやばいっすね。ちょっとやばいですね。待てよ。味方がいないんだけど。あれ、みんな出てるよね。味方いないんだけど。これ味方4人しかいないんだけど。は？ああ、左上におる。こんなとこあったっけ？覚えてねえわ。しかもこれどっから出てくるの？ってこう作戦行くべきな。このやつ守ったっけ？あ、守った気がするわ。お、ここきつくね？ここ4人、4人じゃねえの？ 7 人じゃきつくない？これどうしよう。うわー、待てよ。これここ1人アメリアでいいや。アメリア、おいおい。ここアメリアで突破して、突破して、残りは、アメリア一人大丈夫かな。とりあえずこの王を守ればいいんだろ。アメリア一人で大丈夫だろ。多分ね。で、ミルラ。うわー、もうほんと、デカブツが死んだからな、マジで。防御が。ただの壁が死んじゃったからな。マジ、壁死ぬなや。ギリアムさんファンはすいません。壁死んじゃった。壁って言い方しちゃうけど。あー、そういうことか。なるほどね。まずは、輸送部隊。預ける。ルナいな。あ、だね。いけたら、これ英雄のね、証で使ってから死ねればよかったな。いや、売ればいいか。なんだっけ。そういうことかって言ったのは、トーチ使えないの？ふざけてる？マジで。とりあえず受け取る。あ、マジで受け、うわ、マジで使えんの？マジ使えん。ふざけてるなぁ。うわ、どうにかしか使えんか。ライブ。あ、トーチ普通に。トーチあったっけ？急ぐたい。受け取る。預ける。多くない？ジクムとかもいないの。受け取る。よし。多いよ、トーチなかったっけ？トーチねえし、ふざけてる。なんこれ。全然使ってねえわ。誰に使うんや。みんな死んだわ。トーチないし、くそー、ふざけてる。どうしようもないじゃないか。とりあえず守るぞ。どうやって守る？エフラムここで。うわ、これ守れねえ。ミルラここ、よし。で、アティステル、ここ。あと味方は知らん。よし、これでいこう。この陣形や。で、アメリアで突破。これ50HP53 もあるからね。まあ死ぬことはないでしょう。さあ来い、来い、来い、オッケー。おい、何や。貫きの槍とかね、こういう時は欲しいんだけどな。しょうがない。うわー、敵強え。あー、しかもミルラーのとこに来たらやばいな。もう攻撃回数がないんだよ。あと10回しかないからな。わあ、魔法、敵が魔法使いとかならいいんやけど。離れて攻撃してくれるから。近くでこう、ほほ、味方弱っ。全部回復されてるじゃん。ハードモードになるとこうなるんだよな。味方が全員弱いというね。ひどいな、この弱さ。てか敵が強すぎるんだよ。ほほ、いっぱいいる。アメリア一人大丈夫？あー、これきついなー。あー、戦存すればいいか。いやー、戦存きついな、ちょっと。戦存でもちょっときついぞ。こいつは槍だよ。こいつは剣か。剣か。じゃあ槍の方がいいな。槍の方がいいか。オッケー。よいしょ。死なんと思うけどな、アメリアレベルなら。
や、むしろ装備を変えてから回復させればよかったかな。どっから敵が来るからだよな。アイフラムがすげえ強いからな。これこいつ死んでもいいんじゃないの、こんなスタンぐらい。お前戦えよ。うわー、こいつ弱いな。クソ雑魚じゃんか。これでジェネラルかよ。うわー、なんか俺のところにいた仲間とは全然違うな。オッケー、これ勝てるか、大丈夫か。クリアが無理だから、意外といろいろとリセットしてきたけど、これでクリアできんやったら失踪もんだな。絶対失踪してやるわ。で、失踪した後に友達と一緒にやるわ。これクリアできんのやけどみたいな感じで一緒に二人で考える。そして文句言われるわ。お前どうしてこうなったみたいな。もうちょっと、あー、もう少しなんかできただろうみたいな感じで言われそうやな。あー、シーフが来たかな。わー、これちょっと右コンズ、誰も右か。こいつ倒したいな。こいつうざいな。ここじゃない。ニーズヘッグ、うん、ダメ。鉄の弓、うん、ダメ。銀の弓、うん、いい。許す、貴様の攻撃許す。オッケー、魔法使いルダイヤ。うぅー、ルナ強いな。 50% で必殺が4分の1、確率は何歩だ。 50% 2分の1の2分の1のその半分なんだ。16分の1か。16分の1で死ぬんか。きつ。結構確率高いぞ。うわー、なんやこいつ。必殺は大地がでかいな。ふざけてるな。エフラム、お前必殺は大地ゼロだろ。これ異常だよな、これ。命中ゼロ、必殺ゼロって。相手ルナなのに。あーマジでどんまいだな。ルナ使ってるのに必殺アンタイチゼロってやばい。強すぎ、ワロトや。フラム強すぎ。どうしようかな。こいつらちょっと倒すか。威力2か、すごいね。クソザコやん。はい、クソザコ、クソザコ。おつ、こいつノール倒すか。ミリュ84、オッケー。これ左、右側大丈夫かな。かがね、うわー倒せない。ジクリンで、おー倒せる。よし、もういい。まだエリカ弱いからな。うらー、8しかもらえん。あー、ここやばいな。やばい、全員倒しちゃう、これやばいな。ここやばいな。なんとかして攻撃できされないようにならんかな。無理か。いやー、もうこれでミルラあれだな、もうほぼ死亡だな。使えなくなっちゃう。よし、 OK、 よし、 HP35、 OK、 まだいける。わー、もうこれ全部返り討ちしちゃうよな、ミルラ。絶対超強いからな。いやー、やっぱハマンでできんやったのが痛いな。もうできんの知ってからあれだもんな。味方もう倒しちゃったから、殺しちゃったからな。なんとかして回復できんかな。わーお、うわー、2回攻撃してる。あと6。勇者の槍、いいね。いいけど、おし、いいね。必殺あと5。やばいな、なんか来てる。うわっつー、やばい。特効薬欲しい。あ、これ無理。あ、これこの数無理。めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてるよ。わ、これやばい、この数やばいな。お、めっちゃ敵動きようやん。お、めっちゃ敵来よるやん。これ無理やん。13ターンも無理だよこれ。うわ、これやばいな。お、力マックスなってる。どんだけ強い。
わあこれ無理だな、ちょっと回復しながら逃げよう。あこれやばいなマジで、ミルラ、あー無理だ。これ右から来るかな、右側から来て一瞬で瞬殺される可能性もなきにしもあらずやなマジで。うわ怖いな、これこいつ右守っとくか。うわ全然あれやな、あがめ、よしこれでどうするか。見る、リダイヤ、見る、はい、エリックで倒したい、ソードマスターはエリックで倒したい。あー23、 OK、 いいじゃないか、死ねー、いいね、生きてる。お勇者の剣、勇者の剣って勇者剣系強いんだよな、勇者系強いんだよな、剣系ってないの。鋼、うわー全然大丈夫、威力2ってやばいね、何回も言う気がする。手やりしかないか、ユリは。あーこれなら鋼でいいな、うん OK、2回攻撃うざいな、やるで、どうぞ。この勇者の剣欲しいな、エディックに。よーし、あと剣使えるやついたっけ。アメリアがいたーけどやばい、はっ、ああアメリア死ぬ、アメリア死ぬ、アメリア来るな、あれ誰も来ない、あと弓のやつがおるはず。まあ弓のやつは多分ダメージ、あーうん弓一体ならいけるかもしれない。おーいいね、これちょっときついぞマジで。終わったか、やったか、やってない、やった、そしてオッケー、あいつの威力が1多かったらもしかして、もしかしたらアメリア死んでいたかもしれない。おい勇者の槍、勇者の槍欲しいけど無理だな、ね、回復しつつ逃げつつ回復して、ここで持ち物を傷薬使う、で右下のやつでライブしてまでするとライブ、これ全開やろ、ほぼ全開やろ、ほぼ全開やろ、全開しない、全然全開しない、回避、これ5しか5だよな、やばいんだよなこれ、もうやばい、もう縦にもできないからな、これ上行ったら端っこに寄りたいんだよな正直。あここは一番いいか、そしたら、あでも全部返り討ちにしたら意味ねえな、こっちはアメリアとかも来るだよ、こんな強いところにわざわざ来ねえだ。で左下がね、なんかすげえ敵来てるような気がするんだよな。手やりで 70%OK、 うわーマジか、 OK じゃない、手やりで倒そう、よし OK、 あー怖いなここ、ここマジ怖い、左から来るようなねところはないんだよな、右下からさ、こういう感じで来たらやばい。どうしようか。これ死んだら終わりだもん。こいつ死んだら終わりやけどな、結局のところ。うわー、熱いな。ダメだな。いずれ死ぬ。てか、命中率 76% ってやばいな。こんだけ回避率低いの。いや、低くはないぞ。そう。ジグリンで、ジグリンで。ジークリンでもうちょっと回避率してほしかったな、ちょっと後ろ行くか、よし、うわーめっちゃ動き大してる、怖え、うわー怖いーって、なんだおおほう、さすが必殺の剣、おおいっぱい来た、いっぱい来た、うわーここギリアムマジ欲しかったな、ここまで生きてくれればマジで問題なかったんだけどな、きついなここ、あーいいねいいね、その攻撃の仕方いいね、あいいね、めっちゃいいやん、
あー弓かなんかが前に来たらな、すげえいいんだけどな。うわめっちゃ来てるな、絶対めっちゃ来てるな。だからここに弓が来て、大丈夫、ここに弓が来てくれてすげえ助かるんだよな。そしたらもう左下は安定にしちゃうからな。こいつら2体 ぶっ殺せばあとは左は大丈夫なんだけどな。無理だな、ぶっ殺すの無理だな。こいつはしかもなんかありそう、なんもねえし。殺したいなこいつら。アメリア強いな、アメリア強いのにいくね。どうしようかな。このままでいけるかな、むしろ相手温度だしな。あ、ここでこうしたらいいね。一回こうしよう。はいはい、 OK。 うわもうこれでこう攻撃して、こうやって攻撃して、こうしたら絶対無理だな。うわぁ、ここなんかすごいことなってんな。どうしようかな。アメリア、回復させようか迷うな。ここ、左下来ねえ。右上来ねえな。よし。OK。届くかな。あ、届くな。回復さんでもしないよ。アメリアレベルなら。やりか。じゃあ、おるのな。おーい！そうか、馬専用の武器か。あ、馬専用の武器もう一個、もう一人持ってるぞ。よし。エフラムが問題なんだよな。左の剣士に勝てるかどうかなんだよな。勝てるね。あ、銀の斧が欲しい。あ、持ったら関係なかった。あ、威力4、命中34、うん、大丈夫。この斧さえ倒せば問題ない。はい、よし、ここで行こう。はい、もう一発。 OK OK OK。 あとエイリークだよな。エイリークが耐えるかどうかなんだよな。ここにいて耐えるかっていう話なんだよな。はい、これ届く。だーい、うーい、よし、アメリア頑張れよ。マジアメリア頑張れよ、マジで。ここら辺に行っとこう。うわめっちゃ歩いてきてんな。あ、もしあのエフラム当たっても4しか食らわんか、剣の攻撃は。よし、いいよ。あの勇者さえ倒せば、あとはもう右左上は問題ないんだよな。ちょっとすげえ嫌がり方するな。あー、殺しちゃう、殺しちゃうじゃねえ、殺して殺してしまって。うわっ、デッセル必殺、さすが。うわお、エリークはね、さすがに剣道士は。うわー、斧か、殺すなよバカー。やばい、さすがにやばい。うわー、殺すねー。あ、武器があれやけか、強い武器装備しとけんな。殺しちゃうの、全員殺しちゃうな。やばいやばいやばい、やばい、強すぎて全員殺しちゃう。うわー、どうなる。うわー、殺しちゃう、これも殺しちゃう、絶対殺しちゃう、間違いなく殺しちゃう。めっちゃ殺すなー。いや待って、やめて、エフラム死んじゃう、さすがに死ぬ。防御力幸運上がってもさすがに死ぬ。お、いいねいいねいいね、全然問題ないぞ。お、いいねいいね、ありがとう。おほー、結構食らう。うおお、結構食らうと。ジャップジャップジャップ、バカ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 、無理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 、死ぬ、もう無理、もう無理だよ、もう無理だよ、まだ死ぬ死ぬ死ぬ。おお、避けたー、もうない、もう敵には移動がない。うんうん、よっしゃー、生き残ったー、生き残った
たー、マジ最高やんこれ、マジで生き残ったぞ。うわー来たなー、いっぱい来たなー、生き残ったぞー、やったぜ、あぶねー。これ戻りつつ回復しよう。武器はこのままでいいな。いやこのままじゃ、いやダメやったな。これ武器そこに変更できる？できる、ギリギリできる。受け取る。あーギリギリできてよかったな。危ねえよマジで。よしよし、預ける。これで装備を変えるというね、裏技やね。裏技じゃねえけど、傷薬持っておこう。よし、オッケー。ディッセルも回復しよう。結構食らってるな。回復するしかないよね、回復するしかないよね。お、勇者の剣使いたいな、使いたいけど無理だな。で持っておこう。受け取る。勇者預け、トマホーク。いや、どうしようかな。トマホーク預けとくか。受け取る。傷薬と、オーケー。エーリーク危ないな、ちょっとこれエーリークが一番危ねえわ。倒しちゃうとやばいんだよな。装備して使おう。倒さんようにせなきゃいけないんだよな、エリックに関しては。よし、ライブ。オッケー、ほぼ回復。こいつは倒さんとダメやな。あ、こいつはどうしても倒したいな。これ倒すか。あ、これ倒そう。これ。オッケー。こいつは絶対倒しとかないけどな。反撃で倒してまた新たに敵が来るっていう可能性もあるから。こいつをねエイリークが倒してしまうとやばいんだよな。でここね意外と見るらやばいんだよな。あー正直槍は回収したいな。これ見るら死ぬぞ。なんでこんな食らったんやか。あー勇者の弓焼きか、関係ねえわ。くそ強えなこいつらマジで。ドラゴンスピア、うわードラゴンスピアでようやく倒せるんか。これ鉄の槍じゃ無理だよね。いけるいけるな。どうしようかな。アメリア死ぬよな絶対。アメリアじゃない、ミルラ死ぬよな。あーこいつだけ倒しとくか。でもこいつ倒してミルラ死んだら勇者の杖じゃない槍と弓が同時になくなるってことだもんな。これ痛いな。食らったもんな、結構食らったよね。レベル HP12 だもんな。死ぬぐらいなら攻撃したいんだよな。いやー、こいつ来んやろ。こいつするとしても1残る計算か。4だしな。うん、OK。こいつを倒して、次のやつ、順番が大事ではないか。順番が大事ではないか。あー、倒したか。いい、あと残り1。あと全部避ければ。避ければというか、受ければいい。とりあえず、うわー、エフラム強いな。うわー、いい、実にいい、いい、全然いい、全然いい。これで、エイリークに攻撃するやつは、残り1体ぐらいか。最高でも1体だな。殺すなよ、殺すなよ、殺すなってバカ野郎。まあ、レベルね、HP41 もあるけど、まあ、まだ大丈夫か。殺すなよ、マジで、敵を。殺すなよ、マジで。お前殺しすぎなんだよ。次反撃で殺すじゃん絶対に。いい、実にいい、いいね。うん、オッケーオッケー、計算通りだな。あ、ノール、ノールに攻撃するなんてずるいぞー、ずるいぞー、バカー。ノール、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら
チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。